はい、小助屋でございます。一日一個動画撮りゃいいやなんて思うんだけど、なんか乗ってる時は3本も4本も撮っちゃうよね。でね、どんどん溜まってっちゃうのよ。それもどうかなという感じなんだけど、なんかね、作業してて、あ、これやってねえなとか、あ、これ紹介しとこうとか思いついちゃうの、しょうがないね。ではね、ざっくり、なんていうの、裁断して、粗磨き、ざっくり磨いた、面を整えた、へり落としが終わったパーツがあるんですけど、それをひたすらね、小刃を磨いてるわけですよ。でさ、これ、よく動画の中でも見るでしょ？これ、バスコの入れ物なんだけど、これ、まあ、便利なのよ。こう、ニューッと出てきて、さーっと濡れるんだけど、こういう、こういう容器ってさ、ほら、PP じゃん？こういうのがくっついちゃうことないから、洗いはすぐきれいになるしね。で、この小刃塗りスティック。ね、中がヘラになってて、でスポンジで、これがやっぱりさ、数が多い時はこれよかね、これにつけておいて、こうこれね、使ったことがないとこの良さは伝わんないよね。こうムラなくいい加減長くいけるじゃない。はみ出さず正確に均一に早くできるって超いいじゃないですか。でまあそんなに何回も繰り返してて使えるような感じではないんだけど、まあ薄いスポンジなんでね。なんでまあ何回か繰り返して、まあもちろん染料なんかね、使うとそんなに何か染料が抜けるまで洗ったりじゃなくて、何本か10本セットでこれもね販売してるんで、何ていうのかな、赤なら赤用とか黒なら黒用ってしとけば、まあ洗っとけばね、違う色が染み出しちゃうこともないと思うんだけど、この長さをスパッとはみ出しなく塗れるのっていいっしょ。ね、腹が減ったんですよ。ここまでやるとか決めてるんだけど、実際そこまでやってもついついね、次の工程とか次のどこまでっていうのをねやっちゃうんだよね、これが。でエンドレスになると、初めからね、今日はここまでっていうのを強く決めておかないといけないよね。さあ、この工房がさ、狭い工房なんだけど、もうポンと扉を開けて向こうに行けば、一応独立してんだよ、ここのプレハブなんだけどね。母屋に一歩で帰れちゃうんだけど、逆に一歩で来れちゃうんで、ちょっとね、離れてりゃ気も休まったりするんだけど、気になっちゃうの嫌じゃない。本当に霧のいいとこまでやっちゃえば、よし、今日は終わりっていう気分になるんだけどね。だから、そうなんだ、この家に帰れねえのか。まあ、そんなことはないだろうな。とまあ弱音を吐いてますけど、今日はね、うちのバイト君がね来てくれないんですよ。まあこういうのね、バイトにやらせるのかって話なんだけど、使う道具と
この溶剤とこの量と強さを同じにすれば仕上がりは必ず同じになるんで、大丈夫なんですよ。あとはスピードだよね。要はてなわけで、よいしょ。なんかね、悔しいけどいいわ、トコプロ。最近こればっか使ってます。トコノールの出番がねえです。頑張れ清和って感じですけどね。いやー、これほら、なんだっけ、動画でさ、なんかひょんなじゃねえな、何がヒットするかわかんないじゃない。まあこう、俺のこのシリーズの動画っていうのはそんなに大ヒットするようなことはやってねえんだけど、咀嚼音とかが流行ってたりとかするわけじゃない。このひたすら何も俺が説明も何もしないでさ、この小歯磨き音ねえな。そんなもんがヒットするとは思えません。まあね、別にあの YouTube の再生回数がどうので、それによって収益が全然考えてないんで、ブログのおまけみたいなもんだと思ってるんでね。まあ多少なりともね、お小遣いがもらえたりするんで、もうちょっと真面目にやんなきゃなとは思ってるんだけど、そうなるとさね、この勝手に自分で思ってるこの持ち味みたいなのもなくなっちゃうじゃない。もう随分慣れてきたんじゃないでしょうか、私のこのスタイルも。そうなんですよ。この間もね、この間もって昨日か、昨日もあのお買い物いただいた時のメッセージでね、ちょっとあのお褒めいただいちゃったりとかして、ちょっと調子乗ってるんですよ私。それで見たらカートショップ、これ小歯塗りスティックどうしたっけかね、まだあるっけ、チェックしてないや。まだ在庫あるのに、あ、いけねえ、あの在庫ゼロにしちゃってるみたいなことも過去にあったりもしてね。楽そうでしょ。楽というよりね、はみ出さないのがいいやね、うん、ステンビット使わないんかいって言われそうだけど、いや、ステンビットも使いますぜ。よく言うけど、この音ね、この音、カサカサじゃなくて、カタ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 って言い始めるじゃない。この音が目印です。ということで、キリがないんでこの辺にしときましょうかね。うん、悪い評価とか つきそうだからね。眠くなってくるでしょ。そうなんですよ。
毎日ね、寝る前に見てますみたいな方もいたりとかしてね、そんな方にはいい子守歌になってるんじゃないでしょうか。今日はこれ磨いたら終わりにしましょうかね。いや腹減ったよ、腹減った。ということで皆様おやすみなさい。